レにしたい100のこと。本日は一度でいいから死ぬまでにホームランボールを取ってみたいということで、まずはチケットを握りしめて甲子園へレッツゴー。なんとこの日交流戦関西ダービーということで、めちゃくちゃ人がいました。最高。さあホームランボール取っていくぞってことなんですけどもね、ちょっと一大事件がございます。今日の先発かですね、無理やんけこれ。まあそんなこと言ったってしょうがないんで、全力で応援していきますが、案の定7回まで0点で、しかし今年の阪神はいつもとは違う。なんとか相手のミスを誘い出し、チャンス到来。ホームラン頼む。